はい、激アツ無双トーナメント4最終の3回戦、実況の太田花尾です。解説は、梶本拓則さんと高谷圭一プロが務めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは条件確認ですが、そうですね、佐々木さんが今現状トータルトップでプラス 5.3 ポイント、はい、清水さんがトータル2位でプラス 5.0 ポイント、で上村さんがトータル3位のプラス 4.8 ポイント、3社がもうこれ、0.3 ポイント上した、ね、もう着順勝負、ね、珍しいですよね、ここまで聞いたら、本当に。で藤川に限ってはマイナス 35.1 ポイント、うん、で今トータルトップの方とは 40.4 ポイント差ですね。まあ、丸へ取って、そうですね、丸へ取って下と13ポイントしか変わらないんで、うん、いずれにせよ素点で2万7000点差必要になってくるもんで、まあ、5万点ぐらいの得点を目指して、そうですね、最低、まあ、6万点近い得点を叩き出さんとちょっと厳しいかなという、なるほど、そうですね、5万点、そうですね、5万点で。みんな沈めてね。みんな沈めたら。8000オールか。そうそう。一気にね。全部で8000オール。全部で、ね。そうですね、最低5万点ぐらいは必要かと思います。はい。それでは、始まりますか。始まりましたね。はい。親が、次か。そうですね。ちーちゃんですね。ちーちゃんに藤川で、なんちゃが清水くんね、はい、なんちゃが清水、しわちゃが上村、ちーちゃが佐々木さんね、ちーちゃが佐々木の並びとなりました、はい、まあ、藤川さんはまあとにかく大きく手数を多くみたいな、ね、そうですね、とりあえずリーチをすればおそらく3社、うん、なかなか向かってこれないと思うんですよね、うん、お清水が瞬間して、はい、マンズ狙いですね。佐々木さんはドラあんこだ、ドラ、はい、食いたまるとなると、こうちょっとやっぱりここは、うん、結構ね、牌が出てきそうだし、出てきそうですね、神村さんも軽いんだよ ね、 だね、手が上がるだけだったら簡単そう、うん、どうします、これ打ったかな一応上目のちゃんと3色とね、そうですね、おお順調、ピンピンシャンテン、はい、こうすると、もう、なあ、難しいですね、これ。まあ、速さだけだったら小さでいいですもんね。そうですね。おー、ドラ引きと、初の本店と、を重視したか。そっか、マンズが高いから、あ、どうする？ああ、そっち、あ、入りました。想像を払って。ピンズの後継とね。はい。まず、しもちゃんに切りにくさで。あ、これまた。ああ、さっきパーマ来たんですね。そうなんですよ。佐々木さんはペイチャか。ペイチャでペイションパイ。うん、まあそうですよね。ペイバックの方が良さそうかな。道を食いたの道も残して、はい、チーマンがこれ小さいよね、そうね、うん、ペンチーマンでチーリャンマンからんあーリャンマンポンで、そうなると単用か、そうですね、ペイペイで、うん、これも切らざるを得ない、いっぱい入りますよね、トンと吐く、これでも佐々木さんからのどう？サンフーロ。サンフーロでも打つのかな、ドランコ。上がられて、まあね、ペイは打てるとしてさ。自敗は切りたいですね。赤敗は通り。ここまで来ちゃったらもう引っ込みつかないでしょ。
お互い。ただ、ジンは明らかに誰からも厳しいパイだけど、ウッパピンはちょっとね、まだピンズの情報が今数ピン通ったぐらいしかないでしょ。はい。どうする？まあ、マンズかな、マンズ待ちかな。いや、ウッパピン散歩。ああ。絶対は。ヤンマンでポンされてる。そっか、絶対。でも、掴んだら上がれそうだもんね、さすがに。そうだね。ウッパーピンはこれ、ね、頭跳ねのポジションだよね。知るか。もう行きますよね、全部上に行きますよね。清水くんがウッパーピン。いや、ピンはもしかしたら、佐々木さんにも打ちづらかったですかね。ああ、まあ、それもあるのでしょうね。うん。中華。リーチ。はい、リーチですね。リーチ。テンパで。はい、2400の上がりとなりました。はい。アフリカとしても、ここの親は絶対落とさないってことですよね。うん、確かに。とにかくレンチャンあるのもいいですよね。今はだから、両脇の満貫テンパだからね。うん、そうですよ。よくつながりましたよね。はい、トーン1曲、藤川の親はベッチャーです。ドラが数ワン。トータルが。ああ、そう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 。ほら、チョンボがあったんで、マイナス20引かれてるんですよね。あ、そうですね。全部足したら 15.1 でしょ。で、マイナス20ポイントがあるから、マイナス 35.1 っていう。はい、そうですね。格外に捨ててる感じだよね、20ポイント、はい。だからプラスの方が少ない。どうなるかな？数万。数万。お、いいとこ引いた。いいとこ引きました。お、いいマンじゃないんだ。もちろん、数万。そうね。数見られてる感じですよね。ねでいい、あドラドラ、うん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 、今度はドラドラ重視と。この漫画ドイツが4区にこういう時僕もう9番結構9番とかね、今タイヤに向かわれるとか、あ、いやチート見ますね、あチート見ます、はい、割とで何切るかって話なんですけどね、清水さんはチーソー、まあ、とりあえず地層でいいのかな。あ、そうか。ソーズが3層引いて、これは親ですね。あ、ペイ行った。ペイ1枚飛びか。あ、ちょうどだ。ペコじゃないや。そうそう、いいマンキーそうですけどね。さすがにね。と、ウーピン周りくっつけたら4面通ね、できそう。ここはもう単位を見てますよね。そうですね、9枚切ってね。トンは1枚切れ、2枚切れ。あ、もういいペーコ見切った。ピンから1、2、3、8色見てるんですかね。ほうほう、ペン3枚いつまで持ちますかね、ドラ表受け。そうそう、違った。パスソー、本はで、ね、ここですね。ここは多分1、2、3、ね、とピン踏むペーコ。ね、うまく、ね、伸びてきたね。道石さんってことは、想像の両面を払うってことですよね。そう。ねえ。私どこだろう。いやー、まとまらん。親で、10巡目。
ップリャンプも、うん、スーピン山本太鼓が2冊死んだ、スーソーで天杯で、ああさすがにこれはカンリャンソー、カンリャンソー、カンリャンソー版はそんなに想像は安くない、3万以上残ってるんですかね、今3枚。はい、リャンソーは3枚。そうですね。シャンポンに一応した。シャンピン引き戻せばイスピン、ピフィペコ、うん、ドラさん。ドラさん。ソンストピンズに戻りましたか。藤川もいいシャンピンですね。うん、でもなんか上がりはちょっと厳しそうですよね。実家はいいシャンテン、いいシャンテンじゃない、いいシャンテン。ではなかったですね。はい。これで両面両面。うん、ペア切りますね。うん。ドラ、カン。いえ、え、ポン。ポン。チー。チーですね。ポンしてサブロー、アローマ切ってるのか。そっか。それはダメだわ。なんか4枚ずつありちゃう。あ、テンパイですね。これいいですね。はい。ローキューピン。キューピンが相当よく見えますね。絶好だ、キューピン。キューピン良さそうですね。あらー、わっしょいわっしょい。キューピン4枚の方ですかね。うん、バネ2枚。バネ2枚。バネ2枚。で、ローピンが2枚。最初に切られてるんです。ローピンが0か。キューピンだけだ。はい、キューピンの2枚。キューピン2枚。この時点に2枚と結構。ああ、これ親だ。ああ、捕まったですね。オフシカが行きます、ね。まあ、親は維持したいからね。8300の上がりとなりました。数万に声がかからなかったから、まあね、あんことはみたいな。まあ、地位だけですね。ですね。2曲、清水の親番。ドラがパワーワンです。あんま一枚いいそう、あんこ。いいそう、あんこ。まあ、隣で進めていくか。上村さんは何は一枚目泣かず。泣くような手じゃなかったのかな。これですね。泣いてもよかったね。うんうん、泣いてもよかったけど、打点的な。両面両面って感じ。ああ、でもドラがないから、どっちにしても安いんだよな。親のから出てきた、はい、その、役割っていうのはね、はい、いきなり泣きづらくないですか。パンパイだから。そう。ああ。そう、親から出た、まあ、ほら、何ぐらいだったらあんま気にしないですね。ああ、なるほど。その、なんて言うんだろう。どっから出てもっていう。ああ、はい。親の現物だけに、確かに。そうですよね。自敗だとも、親は泣きそうですね。あ、泣かない。泣かない。泣かない。安牌。ですか、うん、ああ、ということでしょうね。まあ、単品にしたいってことですね。うん、ですよね。ラテをちょっと上げていきたいんで。まあ、あの形になってるしっていうね。一段目三つのいい写真だから、面単品見えてるしっていうことですよね。いいとこ行きましたもんね。手腕引き入れて。まずまずだけども、ここ早いよね。早いですね。すんなり、イスチーマンと、ウッパソがきついのかな。そうですね。パソが、あと1枚ですね。パソ水。さすがに面前で頑張るだろうからね。イーマン入ってきたときは、闇点で、そうですね、スチーマンと振り替わったリーチってのが割とよくある
感じですか。そうですね。下26分の1です、ね。佐々木もまとまってきましたね。印象に下がるんだけど、はい、まあ6チップは崩れてね、あんま嬉しくない。佐々木さんも太陽か。だけど白は安牌でも、ん？持ってる感じだね。はい、今誰か感想を見たのは藤川さんか。はい、藤川さんもいいじゃんね。いかねえ、薄いからね。ああ、パスが上がっちゃったよ。これ優勝だけですよね。薄は。イライラ、イライラするよね。いいシャンテン。ここで転敗するとね、藤川のパスが出るかな。インスルするのは結構いますよね。まだ。はい。いいシャンテン、みんないいシャンテンか。はい。うん、あ、テンパイ取らなかったですね。取らずね。はい。取らず。カンスーピのテンパイですもんね。ワニ2枚切れ。ほー。こっからテンパイ復活って結構難しいと思うんだけどな。うん、はい、まあ、これは簡単簡単いいピンが1枚狙い目か。3ピンが見えてるよね。3ピンが見えてる。もうすごいよく見えますね、イーズピンが。あ、テンパった。あ、これ現物待ちのパーソー。リャンマンはうん、ドム筋いったパーソー出るか。今取ったばっかりだよ。でもリャンマン強いからな。さあ、どっちだ、どっち取る？言いそうか。清水も、カンチーワンも、エクノステンパイはやっています。佐々木さん、どうするよ。ほら、一人の手見えてるよ。こういう時だよ。どうするかいいか、僕は困る。どうすんだよ。一番安そうな誰？わからない。これ、ドラ見えてないし、わかんねえ。わかんないですね。わかんない、うん。リーチには打ちたくないじゃん、とりあえず。うん、裏ドラないけどさ、ラス目の、ラス目というかトータルラスのリーチだし、あ、ちょっとね。誰か。ユーバラも降りましたね。降りた？ああ、本当だ。ちょっと。何？スーソー、うん、現物。降りたか。さすがに嫌気がさして。とはいえ、アンパイはないんじゃない？ヤンマン、キッテンリーチでしょ？ウーピンが見えてて、スーピンとか危なくない？ウーピンも見えてるし。はい、ない。ワンチャンス、スチピンワンチャンスで。結構いっちゃいそうだけどな。チーソーはトスジ？違う、違う、違う、トスジじゃないけど。カンチーソーあるかどうかだよね。うん。あ、うん、スーピン危ないね。佐々木さんもラッキーって。リーチピンフドライチ、3900の上がりとなりました。まあ、打っちゃいそうだ。打っちゃいそう。チーソーが打ちづらいとなったら次もうスーピンだもんね。うん、3ピン無理だよね。3ピン。ないよね、通る根拠が。ポン三曲、神村の親番。ドラが両層です。神村さん、ここでね、踏ん張らないとね。そうですね。もう、ここは良さそう。ここ誰の手かな。いいじゃん、そうそう。三色もある。早そうですね。早そう。ドラないから三色寝れたよね。うん、それ1枚あったら、メンピンドラとかでいいけど。清水さんも、まあまあ、うん、良さそうですね。うん、あれ頭できたけど、シャンテン。
とゴツゴツしてるかな、その図が、うん、いやー親でちょっと他の人の方がいたはいたふざけんなと思う瞬間だね、マージャンの血がね。もううまんか、うん、ちかさんも手慣れでピンフになりそうっすね、うん、いいとこ来ました。単品にしたいですよね、なんなんて切ってちょっと当てあげたい、うん、まあドラ1あったら別にいいのかな、ピンピンドラで動きやすくなりますよね、うん、なんて切ってもいいで、メンズに仕上がれば高くなるし、そうちょっと佐々木さんが5900、まあちょっと離れてるんで、うん、まあ2000点ぐらいじゃあちょっと不満あもう確かに切りましたね、うまくいけば単品までいくよね、3万引いて9万で1うん、1-2 だけどメンツボンバーあいいねこれ、リャンカン、リャンカン、ああ写真したいんじゃない、まあドラーレンスだしね、じゃ一旦チーソーでいいんじゃない、チーソー、ローソー、じゃあ単品までいったんだ、なんなん落としが前提だよね、逆に清水君はもう手なりでリーチの構えだ、誰も泣いてない、はい、あ、コーンを入れて、サブローピン、これもやっぱり3枚、サブローマン引いたら、うん、あ、ちょ、あ、これちょっと、あら1000点、佐々木の上がりとなりました、うん、これでトンラ数、そうですね、とりあえずここの親はちょっと藤川さんはともかく、上村さんと清水くんはもうね、ささっと終わらせたところですね。終わらせたところですね。点差離れると余裕できちゃうもんね。しかも、佐々木が終わらそうやなんで、うん、ね、そっか、一曲で終わらせられるし、そうなんですよね。まあ、なんとかマンツも蹴んないぐらいまでにはね。聞いてでも離れずに行きたい、ね、行きたい感じですね。あ、ドローなんですよ。はい、ドローなんです。待望の。待望の。お、いいとこ引いた。シャーちゃんの清水がシャーを重ねました。1枚飛び、はい。じゃあ次どうするかな。お、オロチが見えますね。どうすんの、シャーちゃんのシャーは。まあ、泣いてもなんとかなりそうだね。アドラの9引いちゃったよ。ああ、こう、9ピンから。なんとかね、重ねて、仕掛けても残9ぐらい。ならいいんじゃないですか。1000、2000で詰まるしね、ほぼ並びになっちゃう。どうするこれ。A は ?A。パーソとか引いたら、もう、ね。こっちの単品3色決定がなりそうだよね。いいと思った。すんまん。今まで下地球3色見えましたね。あ、そっか。上村さん。そうですね。ああ、そっかそっか、うん。これですね。はいはいはい。パーピンとか、まあ、キューピン引いてきたら。お、もうでも、あ、でも今あれか。藤川さんがトン切ったからか。うん、おー、いいとこ行きましたね。三品、数品、ウーピンとか引いたらなんかうまくいけば三色の変化ありそうだな。上がり、まあ上がりもそうだし、打点も必要だもんね、藤川さんは。今残した。1、2、3まで見た。カメラさん、あ、そっか。なるほどね。重なって。あ、ね、リャンウーピン待ちですね。はい、リャンウーピン待ち。テンパイ？テンパイです。テンパイ入りましたね、今。じゃあ、これも数値層引いてのリーチか。
あ、そうですね。ドラがなんだしな、うん、積もった富士天理地もありそうですよね。土層。うん、磯切って。磯切って。あ、そうですね。磯層は場に2枚飛び、土層は1枚ずつ。すんなり上がっちゃおうかな、積もったら。見てみよう。どうせならチーソかレアウピンにしてよ。チーソかレアウピン。面白いから。トン切る？トンアンパイ。もシャーポンって、シャーポンってのトラタン切ってめっちゃいるじゃん。はい。ね。はい。これ、何見えてないんで、うん。ちょっと嫌じゃないですか。アリーチが？リーチが。でも、藤川さんでしょ。ええー。藤川さんはもう、まあ、手すないから。もうそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。っていうことですね。怖っ。確かにですよね。ああ。ほら、ああ、また。さすがに止まりますよ。そっか。そうだね。さすがに。いつもピンフ、470。やりすぎになっちゃう。まあ、親番でね、頑張るよね。でも上がってるところから、フリーテンリーチ2の大好き派としては。さあ勝負の親だねこれ。はい。何一曲？藤川の親番。ね。あ、漫画三回ぐらい。ねえ。お、ピンズ来い、ピンズ。うん。二回。じゃあ二差し二差し。一差でしょうよ。あ、単品になっちゃう。両層と三層、両層。でもドラドラね。あ、ドラドラ。いいですね。あ、はい、ドラチ。悪くないですね。単品三色ドラドラあるじゃん。悪くないですね。これ逃したらもう、あれだね、ジェーン。あ、これでも流されるかもしれない。九州九杯になってる。マジで？え？あ、もうでも切ってるね。あ、九州九杯になりそうだったのは佐々木さんか。1,2,3,4,5,6,7。右側に6枚あるから大丈夫。はい、7周ですか、うん。うん。それ嫌だよね。あります高田さん。やっぱり、リーグ戦だから結構あるでしょ。あります。あります。こう、ハイパイって時に九州九杯って。あります。一年さん見えますね。いつも見えます。そうですね。地方チャンスとか九州九杯で流されたゲーでそうですね。そうです。ダブリにすらさせてくんねえのかみたいな。流れてもやばいです。ね。ダブリも消えちゃうもんね。いい。いい。パーマアンコー、そうですね。これはでもペーポンしたら結構楽な形じゃないですか。うん、お母さん一応イシャンテンか。カンスソー引きたいね。カンスソー残りだとリーチもちょっと迷うでしょ、ドラドラだけに、はい、上がりたいじゃんね。スソー、うん、ロマン切ろう、うん、そしたらマンズのね3番まで引いたら、ね、ピーフにいっなるし、カンスソーリーチか。まあ、カンチャンだから上がれないってことはないけど、なんか上がりたいからな。そうですね、今回はそうですね。きっちりもう納得の形にして。タイの方ですね。ねえ。これ、じいさん確か見てきました。なるほど。さらに、高くなりそう。俺、嘘切っちゃいそう、あれ。なんか関連層の布石とマンズの伸び量を残して、もうスースーは見切りますみたいな打ち方しそうです。うん、この時点でも今しそうですね。で今リャンマン引いたんで、もう想像払ってっちゃってみたいな、はい、いうやり方してるそうですね。ということか。ほら、嘘切ってリーチで関連層って出ないじゃないですか。はい、と思って切っちゃうんですけど。531できてる。そうですね。イシャンテンか。イシャンテン？はい。頭がない形です、ね。頭ないイシャンテン。お、これは？これはまだテンパってない。あ、テンパってない。差し子の方見ましたね。差し子。さあ、これも頭ない。頭ない。ですね。佐々木さんまだ時間かかるもんな。そう、うん、いやー、マンズにもてあそばれとる。リャンマンコだったんですね。リャンソーがないんですかね。いや、そうない。
アディソンもない。アディソンもない。バニッシュはいい。裾も厳しい。あ、そっか、趣味が統一、裾もきつい。うん。結局、スチビンから運馬ってどっちか選ぶみたいな。ね。まあ椅子も引いてないからまだあれなんだけどな。ダメージは。おい、スーツがなくなってのリーチ。お、スーツチーマー。メンタンピン。え、ドラゴン2枚生きてんじゃない ?1 枚か。はい。ドラゴン1枚、スーマンは ?1 個、2個、3個、1枚、1枚1枚。2枚。あ、あの、トップがゼロ。あ、縦重なりがあるじゃないですか。あるね。あるね。あるね。酸素嘘だって2と4がない代わりに3と5がいっぱい残ってるんでしょ。はい。あら、あらら、作るよ、俺のダイナマイトリーチが。ダイナマイトリーチが。ダイナマイトリーチ、スチピンは？スチピンいいんじゃないの？そうそう。あスチピンいいよ、これ。あ、よくねえわ。ごめん。ここに。そうだそうだ。ガッツビ。もう大丈夫ですね。スチピン。これ。折れず。酸素嘘だよね。酸素嘘ぐらい重なるでしょ。酸素は結構残っ。あれ酸素や山さんですか。山さん。酸素残ってそうですね。はい。さすがにスチピン、スチピン引いたら酸素短期まであるでしょ。おっとこれは、うん、もう後がないんでね。いけ。酸素もない。今はい酸素いますよ。あ一枚五本ですね。テンパルかな。テンパルかな。スチピン薄いんだよな。スチピンが一二あでもスーピンがあスーピンねえや。あれ？チーピン一枚しかないのか。あチーピンもない。赤いやスチーピン。むしろあえー、足かけますね。あります。酸素？うん何件か。むしろ五ピン六ピン重ねの関数数しか上がり目がないんじゃない？いや、でも酸素引いてもね、スチピンないんだよ。もう。空ですか？純の空です。純の空ですか？うん、ああ、本当ですね。1、2、2枚持たれて、あ、スピンも2枚飛びでしょ？チピンはここで1枚飛びでしょ？あ、バニー1で。うん、ああ。スーソーもないんですか？スーソーもないかな？スーソーもないか。えん？スーソーか。スーソーだっ、あ、ないないない、スーソーもない。積んでます。積んでます。藤川さん、おわたでした。つらない。テンパイはまだ取れない。ウーピン、ローピン重なりだけじゃないですか。あ、そうか、そうか。ウーピン、ローピンの重なりがある。ウーピンが5。ウーピン、ローピンに。ウーピンが2枚入れてて、ローピンが3枚入れてて。ウーソー1枚の重なりと、あとウーピン、ローピンが何枚入れてて。ローピン1枚だけいけるのかな。あ、ローピンはないわ。ウーピンが1枚。ウーピンが1枚です。うん。数万は1枚だけ残ってるのかな。ハイテムダルでしょ。これウーピン。あうこれでも積もはがなくなった。これハイテズラシが入らない入らない数万こうだった。ってことは積もはなくなった。結局いいですね。俺は社内はもう。悲しい。マンズを捕まえてたらスチピンだったかもしれないけど、スチピン自体がそもそも薄いんで、はい、テンパイ多分上がりはなかったな。時間はだいぶ厳しかったですね。羽マン、ここから3連発。ここから5万手に持っていかなきゃいけないんですね、最低でもね。羽マン、羽マン、羽マンみたいな感じです。羽マン、羽マン、羽マン。3万6000円あれば6万手に突破する。羽マン縛りです。ちょっと木黒呼びましょうか。羽マンの人。倍満2回。倍満2回、3万ですよ。まあいいでしょう、それで。3回のうちの2回は倍満で。ちょっと一発裏取らして倍満って何？メンチンとか純茶三色とか。はい。メンホンチートイツを積もるとか。チーズのね、ドラなんとかぐらいしか無理ですもんね。はい。何2曲、清水の山、1本はドラスーソーです。高谷さんは公式戦で3倍満どれぐらい見ました？見ました。見た。自分が同卓で、まあ自分も含めて上がり上がられたで。僕は一回やったことあるんですよ。おうおう。面本やったんですけど。はいはいはい。リーチ、面本、役さん。はい。
ヤクさん。イツー。ドラドラ。ヤクさん。あ、ヤクさんで。え、じゃあ、ヤク。なダムなんですかね。ダムなんですかね。一年本。ヤク、イツー、一、二、三。あ、きっちり。やられたのは？やられたのは、名前ですか？あ、いや、何回ぐらい。やられたのは、見たことは、公式戦はないかもしれない。ぐらいですよね。高谷さんでプロ歴、もう。今6年目なんですけど。意外と少ないな。もう10年生しかいない。じゃあ、3倍満遭遇率ちょっと低いかもしれない。うん、だ俺もうちょっと、もう10年選手だと思ってました。大体陳逸ですよね。まあそうですよね。大体陳逸です。陳逸。連盟ルールとか、その一発裏ドラなしのね、まあミューのルールでもそうだと思うんですけど、三倍マンなんて本当、なんか記念品あげた方がいいぐらいの、うん、ね。そうですね。役前より難しいですね。佐々木さんがいい感じになってきた。はい。藤川も掃除に向かってます。プラスそうか。上村さんもいいじゃないですか、これ。いいですかね。ね、うん、ここで有効杯、ここ1、2順で有効杯引きたいですよね。おお。なかなかないか、すげえ迷うけど、もう、ダメか。3連敗結構出ちゃってるな。日本チートイツの方が。さあ、何行くか。マウンは1枚飛びだけど、うん、これ振りがあるんですよね。羽間。ありますね。ありますね。ドラ重ねれば倍満ね。倍満まで。ああ、でもこれがいいなあ。あと、マンズで、OK 作るだけ。倍満で OK。倍満 OK でしょう。ね。OK ですね。軽く言いますよね。無理っす。大体無理っす。一回上がるだけで大変なのに、二回連続って。前原雄大かっていうぐらい。ああ、いい感じになってきた。そうね、置いとくなったなあ。動いた。え、チームは生きてる。おうおうおう、初は？あ、生きてる。おお、生きてる。ハネマンの方に路線変更ですな。まあ、メンツですよね。ドラドラだし。これ、うん、おお、いいとこ入りましたね、はい。佐々木さんの立場としては藤川さんにここなんかほら仕掛けたいだったらちょっとなんていうのかな、上がらせに行くというか、そうですね、まあ、ありますよね。なんか曲が進む分にはっていうことですね。そうですよね。清水、ね、さんに上がられるればっていう。二人とも沈んでるんだし、あ、でも自力、しかも二枚とも生きてるでしょ今回。はい。ん？ 2 枚2枚ですか？ 1 枚1枚。どっちも上村さんが切ってるから。2枚1枚。はい。でもこれ、そうざま。やべえ、この方いつドラ。漫画なんですかね。ことない。まあ、でも漫画3連発はダメか。漫画、ね、ということは、私は残りが、漫画か、あと残り2万点。倍満、ハネマンぐらい。そうですね。ハネマン。ハネマン2連発ですね。これでも、そう捕まってきたらちょっと追いそれといけないですよね。うん、打った人がなんかもうレースから脱落するような感じですもんね。まあ、佐々木さんはまだ1回ぐらい終わってるかなっていう感じですけど。あ、これどうすんの？いかないでしょ。うん。ね、ロースローでも上げてますからね。清水くんもテンパイ取れるかな。打つのが想像だもんね。無理だよね、普通に考えたら。はい、あ、でもちょっと行く気だな、雰囲気は。え、どうすんの、取る、行かないよね。さすがに無理でしょう。まあ、なんとかテンパイ量大事だからっていうところで。あと、初。初が1枚。1枚だけ残ってるんですかね。中はもう。あら、どうすんの、押すの、押したらテンパイ取れるけど。いった。チーだ。これでテンパイ入った。おー、リャンソーですね。あれ？あ、風魔が当たりだ。あ。タイヤをドラ1、3球は4、2。
あそこ、ローソー勝負でウーパーマン、そうだ。あ、そうか。ごめんなさい。これで結構いいポジションまで来ましたね。そうですね。何曲？親は清水、うん、日本馬ですね。はい、日本馬ウッピン、ドラがウッピンです。神村さんはちょっとポイントがね、しかもここが厳しそうです。うん、ちょっと厳しそう。佐々木さん軽い、はい、割とピンフ系見えてる。これでハネマン北斎まだいか。789見ましたかね。ちんちゃん三色とかそういうやつか。うん、佐々木さんはもうこれドラドロ。うん、あ、ドラドロ大きいね。はい、やっぱちょっと差つけときたいもんね、着順勝負だから。ノーテンバップぐらいの、ノーテンバップ払えるぐらいの余裕をつけていきたいか、最悪でも。これドラ、ダブナン。ダブナン、ダブナン。ダブナンだと本一かドラドラぐらいはつけたい。うん、まあ、神村さん、また次、親あるんで。うん。まあ、3級ですかね。そうですね。とりあえず、まあ、最悪流したらいいかなっていうような感じでしょうけど。うん、確かに、藤川さんがちょっと参加しづらいから。そうなんですよね。3人麻雀みたいな感じですよね。うん、ありますよね。メンツできたけど、役は見えない。9ピンぐらい？さっしゃー。ほっほー。ただ僕、問い尽きるのがあんまり体質的にできなくて、問い尽きれない体質なんで。3問いつぐらいからチート問いついたりします。全然余裕っす。私も問い尽きれないタイプで。ですか。うん、じゃあ、縦寄りの手を得意にしましょうか。おお、まとまってきましたね、時間も。ナオも出てない、出てないか。うん、まだですね。これでイーシャンテンでタナク付き。稲岡さんはサボったってコメント来てますけど、サボったんですか？サボったんですか？どうなんでしょう。いやいや、みんな知らない。サボったとかではないと思います。みんな知らない。稲岡さん来ないことは知ってるけど、お仕事とかあるんじゃないですか？指なんで欲しいんだよ。安牌？割とみんなに通りそう。親の安牌が大きいか、ね、その分ちょっと受けが狭くなる。リーチしたくないという無防備なリーチか、現状だと危ないということか。そうですね。うん、まあどうせならメンピンドラドラとかピンクドラドラ、うん、ということですね。ドラドラ系にね、リーチも込みでちょっとぶつけたい気持ちもあるんだけど、うん、気持ちもあるけど、なんかもう、ね。神村も早く漫画泣きたい、ね。ね、出ないですね。さあ。天敗ですか。親の現物。はい、ロークで。打点がちょっと低い、ね。あ、この予想が。ローソーでも引っ張ってきたら。うん、危ないね、ローソー。まあね。ピンク、ドラドラ。あ、ピンク、ドラ。はい、3900は4000。500、はい、の上がりとなりました。佐々木さん、そうなんですよ。もうああいうのすっごいリーチ期待ですよ、僕。もう勝負引いて、勝負決めに行くなら。そうですね。点差つけて、余裕持ってオーラスに迎えたいっていう。ただもう、親の現物だし、黙ってればっていうのもあるしね。親とめくり合いになっても、まあまあ強いっていうのもあるから、難しいとこですよね。ね、南三局、親は神村。あ、稲岡さん本人がコメントしてますよ。サボってないです。稲岡です、本人。
ドラガシャ本人です、見てます、おそらくね、うん、あんま言うのやめとこう。え、何？居酒屋でビール飲みながら、ね、楽しく見てるかもしれない。居酒屋でビール。楽しいじゃないですか。ね、なんか、まあ、知ってる。パブリックビューイングとか結構流行ってるじゃないですか、ね、メリーグとかで。絶対楽しいと思うんですよ。行かれたことあるんですか？あ、僕行ったことないんですけど、もともとほら、みんなでたくさんワイワイ言いながら、野球観戦のように見るって絶対面白いと思うんで。井上さん、今それを楽しんでるんですか？楽しんでる感じきっと。何点差ですか、今現状。5000？ 5900？ はい、5900です、ね。5900、1200。まあ、オーラスで千二千条件か、うん、お、自力で箱をあんこにしました。清水、6チッパー、はい、6チッパー。さきさんは、まあ、マンツの圏外まで逃げたいとすると、これは今回あれですね、ぶつかってますね。ね、チートイツのイーシャンテンですね。親番か。親番でもまあ狙うけどね、僕は。はい。もう流局上と。一応ね、途中から K 点に切り替えることはありますけど。リーチはされると。リーチもしますよ。3人俺でかいじゃないですか。お、2アンコ。はい、2アンコ。リャンマンとか入ってもいいですね。親のチートイの実ってずるくないですか？積もって残業ですよ。まあまあ、そうですね。ふざけんなって思いますよ。点数の高さ。そうですね。高いですね。ドラ短期の時はちょっと迷いますよ。ドラ短期はね、僕大事にいっちゃうんですよ。あ、リーチ行かない。リーチ行かない。行かない。行かないです。行かないです。結構、ポロリもあるんじゃないかなと思って、はい。空振るのが怖い。怖い。なんか高いものは大切にしたい。安ければもう空振ってもいいや、みたいな。そんな感じです。それは、例えば、他からリーチが入っても、そのまま。他からリーチが入った時も、まあ、リーチによって、出るか出ないか、みたいなのがありますね。負けによって。そうですね。これはそもそもいいですね。うん、まあ、一応、クイタン三色だと、1326圏外に出るのかな、最後オーラス。1326圏外だと結構大きいな。ああ、この、チッパ2000点がでかいんですよね。オーラス793になるから。まあ、うん、三色なくても1200圏外なんだけど、でかいね。一曲で終わらせられるから、ね、このカンチーソ、しかもいい街じゃない？チーソーね、神村がアンコで、いい街じゃなかった。二人ともチーソーがネックとか。そうですね。清水だと2000、最低役でも2000点上がっときたいです。そうですね。三級さ。次、そうね、伏せれないですから。うん、確かに。それがでかい。なんか泣きたい。か。今、まだ、チートイツもいいシャンテンか。はい。メンツもいいシャンテンで。ローマンチーマンが来ると、チーソーが出ます、ね。あ、そうだね。そういう、あれもあるのか。はい。あ、そうか、な、表示牌か。そうですね。サム・アムコチーソーが、チーソーが出たら頭跳ねられちゃいますね。3万までいけるんじゃないですかね。3万スタンドである。スタンありますよね。3万2枚残ってるじゃないですか。スタンドとパーソー短期確定か、とりあえず。3枚残。はい。パーソー9層。9層がないんですね。これ。うわ、あ、これ。あれかま。チートもあるけど、勘するかな。難しいな、これ。そうなんだよね。天敗チャンスの可能性を負ったら、紡ぎらざるを得ない。
かるわかるが、これは明暗を分けたなって感じっすよね、はい、これオーラスですかね。上村さんはトップにならないといけないから、はい、バイマンツの条件か、結構簡単っすね。あ、そうですね、はい、バイマンツの条件。清水くんは1326じゃ届かないから16残2以上か、マンガンか、はい、77があるからね、子供の名前もあるからそこは注意が必要みたいな。うん、な、そうだね。条件確認しなくても良さそうだね。はい。8000出上がりきましたね。藤川さんはある条件。100万つもで、丸へ。トリプルはトリプル ?100 万つも OK。トリプルダメですよね。100万つも。6000、1万2000は丸へになるけど、素点が足らないのかな。今40が足らないんだよね。あ、割と簡単なんで、そのまま行きましたね。止めずに。え、マンガンどうやって作るの？ドラ1。はい、ドラが急走。三村さんはバイマン。バイマン。バイマンか。清水さんは、5に直、ま、マンガン出上がりの、16残2以上。そうね、一応2ってのも、ね、一応6だよね。100万坪のスワコみたいな。マンガン坪か、ちゃんと系か。はい、3球直が100点足らないです。足らない。100点足らない、うん。まあ、ありそうなのが5、2ってことですよね。うん、佐々木さんは普通に手は進めてるというか。まあ、自分流れたら上がってしまうかなっていう感じです、ね。あ、でも、もう、なんか、統一崩して、中盤に備えてますね。そうですね。おお、ね、ちゃんたか、チュンワンコなら、もうリズムで OK。チュンもちもちか。チュンもちもちだ。ということは、まあ、このままだときつい。ちゃん、お、あ、まちこちも中にないのか。まあ、可能性としては、9ピンアンコになる。9ピンアンコ。3色かと。あ、そうですね。3色。チュンツモッケの状況、例えば片上がりで、だったら、1いきますよね。もうそうですね。チュン1、チュン2枚にかけて。となると、6級マンが入ったら、特にローマンなんか入ったらもう、待たないもんな。この時点でチーピンパーピン引いて3色目残してどうだっていう。そうですよね。さっきロンキーマンが入ってしまうと多分リーチされて、ねえ、上がり目のところがなくなるんね。出ても上がれないしな、うん。闇点が効けばいいんだけど、スライドしてドラとかね、想像もあるのか一応。そうね。ただ言いそうじゃないですか。知ってるし、あ、イソ酸素か、知ってるし。急走引っ張ってきたとき。急ピン1枚外れる。そうですね。うん。そしたらやめてんで、どっち積もっても OK、うん。そのルートがあるな。どうなるのかな、どっち？いいな。10巡目。急走がでももう3枚残ってるんですよね。ほほう。え、いつも2枚。あ、2枚かな。藤川さんが1枚だった。はい。いけるか。うわ。難しいね。やっぱさ、パーピンチーピンの行方か。これチーマンとかパーマン引いてきたらチードイツも変わります。パーピンチーピン。チードイツ、重なりか。あれね。もう3色目ほとんどないもんね。チーピン3枚でほぼ絶望。まあ、6球前引いたらリーチになりそうだな。
しいメンバー名も1枚ずつありますか。おお、まあ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 、これだといけないな。ネットスピード、ああ、そう、うん、テンパネじゃ足らないもんね。キューピンアンカンしてリーチ、キューピンアンカンない。1300、2000とか足らないですよ。足らないんですよ、100点。微妙にいい点差。あの2000点だから大きいんだよね。ほんと。1325ドライチャットできちゃうっていうの結構あるからな。あの、小さな頭ね、羽もね、なんかその、そういった、なんか運のあれも、結構ありますよね。頭のやつもう一回なかったっけな。キューピンアンカーのパターン。キューピンアンカーないんですよね。あ、ないですか。そうそうそう。あそこもう切られてる。もうあと30は。あ、これで、まあこれで多分ね、今リーチですね。ですね。まあそうです、ね。ああ、ただないんですね。でも、受けた佐々木さんの方は、ちょっとやめてよ、みたいな条件できましたね、みたいな。ドキドキしましたね。残念ながらね、三浦さんも、いいシャンテンまで行ってんだけどな、もうツモが一回しかないよね。テンパイ、よくてテンパイ止まり。逃げ切りですか、佐々木さんの。まあ、うっかりチート言って、ハイテーでもダメだよね、チーマン。ハイテーならいいのか。だからチー言う人、あ、ちょっと待って。え、してないよね、チー。チーしないよね。あと、これで終わりですかね。終わりですね。これで、はい、切りと、まあ、となりました。はい、最終戦が終了しました。最終戦は1着に佐々木、2着に清水、3着に上村、4着に藤川の並びとなりました。そして決勝進出は佐々木プロとなりました。今回の対局どうでしたか。いや、面白かったですね。うん、最終戦まで、無着順勝負で、誰が勝ってもおかしくない状況ですね。そうですね。やっぱり、そうですね、最後も、見せ場、ね。ね、結構ありましたよね。そうですよね。藤川さんはね、1戦目、2戦目、ラストになっちゃったんで、なかなか辛かったですけど。シーズンがやっぱ決めてないましたかね、最後。最後ね。完成化しないと困るしね。まあ仕方ないでしょうね。それをなんか清水君と佐々木さんの明暗分けたみたいな。いう感じだ。次の曲まで結局影響しますもんね。そうですね。ローマだと積もってるでしょ、あれ。ああ、そうですね。ああ、そうですね。ね、9万でリーチだから。ああ、2000点上がってたら、はい。怖っ、100点差怖っみたいな。だからさっきの2000点がなかったら、まだ勝てない。もう今のね。寝ちゃいますもんね。2000点の重み、100点の重みっていうやつですよね。はい。ね、はい、神一人でしたね。はい、選手が戻ってきたようですので、はい、お話を聞いてみましょう。はい、あ、これは立つかず、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一回ここはいるんでしょって、はい、はい、こうやって借りてきたみたいな。はい、では藤川プロ、こちらへお越しください。お疲れ様でした。どうでしたか。まあどうもこないですね。ナイスショーです。すごい最後のね、親番でドラアンコになってね。いや、あれね、難しいところ。もう後から見てもらったら分かると思いますけど、残ってないんですよ。あ、そうなんですか。もうしょうがないよね。もうしょうがないです。ニットンはコーラス最後あれ3本積もってましたよね。各二陣を受けてたら背景のペイで。あ、そうなんですか。あ、すいません。まあ、そこまで育ってない段階で、まあまあ、もうちょっともう別のところに目が行っちゃってたんですけど。そうなんです。あの白を二重オペでたら、白あんこって単純に闇で、うん、スマンコで入ってすんでしたね。そんなドラマみたいな、ね。そう、そういうのがあって取れてないですから、もう負けっすよね。何も言えないですね。まあ、1戦目、2戦目ね、4着はちょっと辛いでかかったんでね。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ、3着の上村プロ、こちらお越しください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう申し訳ございませんでした。はい。ラインなしにしちゃいましたね。まあまあ、でも、ほら、よくあることですから。はい、ね、頭なしの4ミリちゃん。
まあでも、そのね、ハンチャントップを取ったんで。そうですね。三つどもになって。まあ、普通のっていうか、普通の着順勝負になってる。ああ、面白くなりますからね。だから3戦目がなかなかね、結局先行されちゃって。そうですね。ああ、ね、そうそのドラム叩きとかんとあかんよかったんですけどね。どれですか？リャンソー切った時に。リャンソー切って、すぐすぐ戻ってきた時に、もう行くって思ってたのにな。まあ、ちょっとぐだぐだですね、最後の。ちっそでもね、カーンしたくないでしょ？したくないんですよ。もうテンパイするのはチートやなと思ったんで、ね、カーンしたらもうテンパイできんのやなと思ったんで。あれが、あの微妙な明暗を分けた。そうなんですよね。二人から言われました？ロンって。二人からロンって言われました、ね。じゃあカーンするじゃあカーンやったなと思って。いろいろありましたけど、はい、お疲れ様でした。僕は勝っちゃダメです今日。いやいやいや、またちょっと今後ともよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、2位の清水からお越しください。はい、すいません。すいませんね。お疲れ様ですね。お疲れ様ですね。余裕ありますね。慣れてる感がちょっと。いやもう悔しいですね。シーソーでなんか反されたのは結構最後ね。1326だったらまあそうですね。6万円で。6万円盛り中ってますよ、もちろん。悪いみたいだね。まあその前の曲もね、あれ、結局あの形になりますもんね、おそらく。3個になりそうですし。はい、まあリャンワンとか出たら全部中切りでしたけどね。まあリャン全部というか、リャンワン小さだけですけど。はいはい、結構ね、いけそうな手もあったし、でもまあ、苦しいところも結構うまく打ってたなって気はしますよ、僕すごい。いや、ほんと。いますか？うん。珍しく笑おうとかしゃかさないでしょ？はい。まあ、何言ってたか、後で聞いてみないとわからないですよね。むちゃくちゃ言われてそう。いや、言ってた。ほんと言ってない。本当に大丈夫です。大丈夫です。いや、でも最後の着順勝負ね、はい、ギリまで追い詰めて。まあ、面白かったなと、はい、思っています。まあ、いいんじゃないですか。残念でしたけど。松井さんに頑張ってもらいましょう。そうですね。はい。一人ですか、代表。そうですね、まあ、一人じゃ大丈夫です。そうですね。はい。あの人、まあ、ちょっとね。まあ、ちょっと変わってるんでね。変わってますね。はい。なんか、いろいろ暴れてくれそうな感じはね。そうですね。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。呼び込みしないと。はい、佐々木バロン。呼ばれます。はい、どうしたか。はい、おはようございます。どうでしたか。はい、勝ちましたね。切り切りましたね。神村さん、面白くしてくれたんだよね。何度かなりました。最後ね、ダブロンの車窓、もう2000点必ず上がらないと、もう絶対これ、紛れるんで、頑張りました。2000点がでかいですもんね。2000点がでかいです。1000点ももちろん1000点はあんまり意味がないんですけどね。ねえ、36の外に出るの結構大きいですね。そうです。で、あっこで一生懸命やってたんですけど。割とでも、手材料的には今回、結構恵まれてなかったですよね。どうですかね。でもドランコとかありましたからね。そっか。ドランコ、まあ、中途半端な手配で常に行かなきゃいけないっていう手配じゃなかったんで、楽でしたけどね。なんか、きっちり上がりたいなって時にビシッと決めてたような印象が、ね、まあ、2000オールから始まってみたいなね、あの、カンローマンの。はい。あれはね、あの、神村君だけには負けんと。そうか、そう言ってたんだ、そう。そう追っかけた。なるほどね。その、まあ、普段なら黙ってるんですけど。ああ、そうなんですね。そうです。まあ、ちょっとね、確かに、まあ、街もそんなにっていうわけ。いや、そんなにいいわけじゃないので。はい。逆にいいフラグが立ってたんですね。そうです。決勝ですよ、次は。決勝頑張りますね。いつも。いつもどうだ誰でしたっけ。松井さんと松井さんと勘定さんと、ネゴシン。松井さんと2人でおじさんのパワーを見せるみたいな会話。いや、もう勘定君もおじさんだからね。勘定さん、そんな言ってましたっけ？ん？この人ですよ、この人。30中過ぎ、まだ若いじゃないですか。この辺、これ30でしょ？この辺、いや、これ結構言ってますよ。あ、そう。もうこの辺、アラフィフ。そうですね。フィフも超えてるそうだし、うん、ね、やっぱりそろそろね、はい、老眼も入るし、大変だと思いますけど、はい、
わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。激アツメソートーナメント4勝ち上がりは佐々木プロでした。では本日参戦された選手の皆さん、こちらにお越しください。はい、どうぞ。これ入れますか？椅子を抜けた。はい、椅子がもう一個いりますか？ちょっとこうして座らずにってこと。いや、あ、清水さん、清水さん一番奥で。はい、清水さん大丈夫か、うん、はい、すいません。よいしょ。え、何百壁際やってください。あ、ここ、こっちね。よし、よれと、よいしょ、こんな感じで。はい、まあ、あのカップでもいいんで、とりあえずまたあの打っとったら乗ってもらうんでなるほど、はい、はい、告知のある方お願いいたします。はい、そうですね、ちょっと待ってください。告知なんですけどもね、まあ、関西プロアマリーグね、ジャン作杯関西プロアマリーグ、毎月やってます。うん、申し訳ないですけど6月もちょっともういっぱいになってしまってるね、キャンセル待ちになってますんでね、またあのお問い合わせとかねください。ツイッターでね、なので DM いただけるとね、あの迅速に対応できると思いますので、よろしくお願いします。なんか新ですか。はい、それとですね、来月ですね、まあ、決勝戦ね、さっき目混ぜましたけどもね、あります。でそれが6月20日なんですけどもね、これファイナルね、ついに決勝になります。で実況がねちょっとね一人ね新人が来ますんでね、よろしくお願いします。東根さんっていう人がね、今年の新人、女流、女流の新人で、これ6月20日なんですけども、それね先立ってね6月の6日なんですけどもね、カジアンの、こちらです、カジパラ、カジパラにね、はい、今年の、女流さんに新人なんですけども、出演します。カジアンと対戦ということでね、やべ、東根梨紗、坂田見る、柏林愛子ですね、はい、3人で行って、まあ僕とカジアンとね、あと、はい、今日あのサボった稲岡さんとね3人でねちょっと対戦しようかな。なるほど、なってますんでね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね、これは以上ですね。それとですね、7月、今これ激アツ5なんですけども、うん、激アツ6を、混ぜました。7月からも開催します。6月決勝、6月に決勝した後も翌月から始めて、月2回、7月、8月、集中で、やります。で、決勝シードを、用意しました。誰ですか？まさかの丸○○丸丸となっております。ありがとうございます。いや、シードだよ。シードじゃないですか。いや、なるほど。あ、ひらがなでね。いろいろありますね。まあ、この辺はちょっと見てる方がね、来月発表しますんでね。横山武史かもしれないです。もうありますよね。藤川はないですね。はい。ますんでね、まさかのね、まるまるまる決勝シードです。で、まあ、もう一つ言うと、予選3択するんですけども、そのうちの1択は、先ほどの3人の女流卓に音羽さんが入って、女子女性対決になるんでね、そういったのもありますんでね。なるほど。また来月の激アツの最後でね、ちょっとご報告したいと思います。はい。はい。カジアンは、決勝戦は来てくれるんですかね。決勝はね、なんかスケジュール見たらどうもその6日カジパラの時に来るだけなので、分かりました。ちょっとすいません、はい、あの飯田橋ので見ておきます。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。清水さんどうもありがとうございます。あ、いえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。マージャンレコ結局1-2-2-2でしたね。そうですね。あの、マテさん1位で、あと全員2位で。惜しかったっすね。みんながみんな。最終局勝負でしたもんね。そうね。毎回そうですね。3回ともそうですね。面白かったっす。面白かったね。ちょっとどっかでリベンジさせてください。お願いしますよ。また出てくださいね。呼ばれたらもういつでも出ます。僕はもう決勝シードで出ますよ、じゃあ。いつでも決勝シードで。本当、本当。なるほど。はい、わかりました。はい。もったけもう真ん中、ふっと映ったら、高橋さんおった一応置いてましたね、今日ね。一応置いてました。はい、次回の配信は6月20日木曜日19時より、対局者は松井和義、勘定博士、根越秀と佐々木誠での決勝戦となります。実況は、遠野梨紗、解説は、横山武史、稲岡美香となります。この放送は主催日本プロ麻雀連盟関西本部協賛麻雀連合、
失礼しました。協力麻雀連合、協賛株式会社法王、配信はジャンスク TV でお送りしました。本日はご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。